皆さんこんにちは。旧西郡清瀬病院のリハビリテーション科、白木美代子と申します。今年はコロナ禍の影響でお外に出られず、皆さんがお家で過ごしてなかなか体が動かせない、体がなまってしまったという方が多いのではないでしょうか。この動画では猫背、肩こり、それから腰痛、そんなのに効く体操をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは基本の姿勢です。基本の姿勢とは、耳、肩の中央、股関節の中央、膝の中央、外くるぶしがほぼ一直線に並んだ状態が基本の姿勢になります。まあ、良い姿勢ということですけれど、首の正常なカーブ、腰の正常なカーブ、これがあることで腰痛、それから肩こりなどの体のトラブルが防げるんです。ですので、この姿勢を基本に考えてください。まずは膝裏伸ばし体操です。このように足を前に投げ出して座ってください。つま先が自分の方を向く、膝はまっすぐ、骨盤は座骨を中心にしてしっかり起きる。この姿勢で息を深く吸います。足に手が届かない人、私もかなり硬いんですけれど、つま先に必ずしも手が届かなくても膝の裏に手を差し入れて、こう膝を伸ばしてくださる姿勢、それでも結構です。で、これで同じように腰を中心にして体をまっすぐにしながら曲げてきます。それでは皆さん一緒にやってみましょう。はい、ゆっくりと戻してください。先ほどは膝を伸ばして座りましたけれど、その姿勢が取れない方もたくさんいらっしゃると思います。なので、その場合にはこれはハーモニーには乗っていないんですが、おまけの立位編になります。で、両足を少し開き気味にして立っていただいて、手をまっすぐに下ろしてゆっくりと息を吐きます。この時、足首がきちっと曲がって膝が伸びて股関節からしっかりと曲がってくれば、これほとんど座になった時と、さっきと長座になった時と同じような姿勢になりますので、足を投げ出して座れない方はこの姿勢でやってみてください。では行きます。次に首こり肩こり体操です。立位で手はお尻の後ろに組みます。で、両肩を少し後ろに引くようにして、お尻から組んだ手を遠ざけます。なるべく遠くに行ってください。そしてこの準備ができたら頭を上に向けます。で、なるべく天井の後ろの方向を見るようにしてください。これをしながら息を止めずに、お尻から手は離す、視線は頭の後ろに行くように10秒から15秒
頑張ります。息は止めないでください。ゆっくり下ろします。次は寝たまま体幹バランスです。で、準備で巻き巻きポールというのを作ります。バスタオルを2枚用意してください。バスタオルを2枚重ねて。これをくるくると巻いていきます。これで巻き巻きポールの完成です。それでは体幹バランス始めていきます。このポールの上にお尻から頭までを乗せます。それで背中にまっすぐポールが来るようにセットします。このままでも結構不安定ですけれど、この上で体を軽く揺らしたり深呼吸したり、そういう体操をしていきます。ではまず深呼吸から。お腹です。お腹が膨らむように息を吸ってゆっくり息を吐きます。吸った息の倍の長さをゆっくりと吐いていきます。鼻から吸って鼻から出すでもいいし、鼻から吸って口から吐くでもいいです。次に肩の運動からしていきます。手をぐっと上に上げて、こうすると少し不安定になりますが、なるべくポールの上に乗るようにしてみてください。肩甲骨の付け根から前に出して下ろす、前に出してダラン、こんな運動を何回か繰り返します。次に足です。足は少し開いた状態にしたり閉じたり、これで脱力をしていきます。足に余分な力がかからないようにこう力を抜いていく感じですね。足を伸ばして側部をワイパーのように動かしてもいいです。また膝を立てて手をベッドから離した状態にして、まあ、上に上げるととってもいいですね。で、この状態で少し体をゆらゆらと揺らしていきます。こうすることで背骨とお腹の筋肉がとても活性化されていきます。手を伸ばすのが怖い方はお腹の上に置いてください。またこれ以上のことができそうな人は、手を上げたまま片足を上げ、片足を上げ下ろす、片足を上げ下ろす、こうすることでお腹周りの筋肉が少し活性化されます。これもできるという方は、両足を少し上げて不安定なバランスを保ってみてください。ご自分で意識しない筋肉の部分が働いていくと思います。そしてゆっくり下ろします。以上になります。いかがでしたでしょうか。最後の巻き巻きポールの運動は、腰が疲れたなと思った時に思い出してやってくださると効果的だと思います。また膝裏伸ばし体操と首こり肩こり体操、それから巻き巻きポールの、寝たまま体幹バランスですけれど、それは思い出した時に、適宜やっていただけるといいと思います。まず自分の姿勢に気がついて
直すところから始めていきましょう。以上でした。ありがとうございます。